タジアムを埋めたサポーターたちが大きな声援を送っています。この時間は FC 東京対横浜 F マリノス、こちらの一戦をお届けいたします。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。 FC 東京はこの試合 4-3-3 というシステムで臨んでいます。どうご覧になります？そうですね、前線のウィング的な役割をする両サイドが中央から相手ディフェンスをいかに引っ張り出せるかがポイントですよね、はい、さらにそこに空いたスペースにセンターハーフやオフェンシブハーフが飛び込んでいく2列目からの飛び出しですよね。そうなってくると 4-3-3 のシステムではボランチが起点になってくるんですよね。FC 東京のキックオフでスタートです。FC 東京対横浜 F マリノス、サイド紹介です。向かって左のウィングから攻めるのが FC 東京、ここでいいでしょ。しかしこれよく止めましたね。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。このピンチよく防ぎました。コーナーキックのチャンスになります。ボールが上がる、来た、先制 FC 東京。いやー、開始早々先制ゴール来ましたね。立ち上がりから コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。いいシュートでしたね。スラッシュ落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはいや、いいゴールですね、はい、精神的なアドバンテージっていうものも非常に大きくなりますからね。そうですね。さあ FC 東京、この時間に先制に成功です。いや、大きいですねこのゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に。これはどうだ、シュート。いやー、アンデルソン・ロペス、あと少し、今のは惜しいシーンでした。いや、今ね、長いパスが通ってチャンスかなと思ったんですけどもね。一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。キーパーから前線へ、ここは通しません。裏へのスルーパス、水沼からのフィードボール、白井、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。これいいでしょ、水沼、シーボール、ルーズボールになる。おっと、これ仕掛けるか、中に合わせてくるか、チャンス来ましたよ。打つ、立ち上がりから行くぞっていう感じが出てますよね。序盤から非常に楽しめそうな試合の入りになりましたね。さあここでカウンター、おー、いい形じゃないですか。ベースを狙う、抜けてくる、もうこれいいでしょ。さあどうだ、これを拾いたい F マリノス。これはファールを取られました。畑中、ロングフィードで狙う、このクリアボール次へつなげたい、ナイスウィル、中につなぎたい、どうだ、来たか、シュート、ルーズボール、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。渡辺、さあ左へ預けて、もう一つ前に行きたい、いいでしょ、上がる、来た、頭で来た、わ、来た、追いついた F マリノス、同点、今日のゲームをリセットします。いいですね、見せますね。
クーロスから頭で合わせ決まりました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと決めれるところで決めることができる決定力がこの素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。 F マリノス同点に持ち込みました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、スルーパスを狙う、いいボールだ、この位置で受ける、上げてくる、これはクリア、いいプレッシャー、おいい形じゃないですか、裏を狙う、裏へ抜けた、もうこれいいですよ、さあ一気にカウンター、いけるか、期待した1、抜けた、シュート、止めた、いやすごい反応を見せました、いや素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。FC 東京、今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。そうですね、今の状況はゴールキーパーに感謝ですよね。素晴らしい反応でした。コーナーキックのチャンスになります。ボールが上がる、これは再処理、足元大事にいきます、フリーで受ける、シュート、早く、そして鋭いシュートでゴールを狙ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打てますからね。ふわっと裏を狙う、いいボール入りますよ、あいい展開ですね。このスルーパスは通りません。ちょっと危ないぞ、このパスは木田、パスをつなぎます、キーパーからのロングフィード、ここで受けて右サイドを振って水沼から緩いフィードボール、いいでしょ、さあどうだ、シュート、おっと素晴らしいシュートだったんですが、ここで笛、見応えのある好ゲームです。同点で前半折り返しという両チームです。お互いの持ち味を発揮した45分間でしたね。見どころも非常に多かったですし、期待できると思いますよ。 FC 東京対横浜 F マリノス、前半は1対1の同点で終了しています。さあキックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。サイドへの意識が高くていいでしょうね。スルーパス、おいい形でしょ、渡辺へのボール、一旦前を取る、中は枚数います、だがシュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。 FC 東京絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどね。なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。前線が長いボール、ここは通しません。 FC 東京ここでファールをもらいます。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。さあフリーキックのチャンス、柔らかいボール、さあどうだ、ここで前を抜けるか、中人数揃っている、ここはクロス、ここで出る、繋ぎたいところだ、サイドへ、もう一度あったな、キーパー、うわー、 F マリノス、ここはクリアでピンチを出します。さあここでカウンター、おーいい形じゃないですか、裏へ届くか、もうこれいいでしょ、絶好の位置で受ける、シュート、
クリア。このピンチをなんとか出します。 FC 東京はここでベンチに動きがあります。さあ FC 東京2人の選手を入れ替えます。ここで受けてどうだ。 FC 東京あわやというシーンでしたがここはしのぎます。ディエゴ・オリベイラ。さあカウンタースピードを上げて上島。エフバルドスとしては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね。これはサイドが起点になる。スタート。いやー、FC 東京、いやー素晴らしい。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。F マリノスはメンバーチェンジです。さあ FC 東京ここでリードを奪いました。組み立てながら攻め上がっていく。ここはつながりません。荒川。F マリノスとしては先ほどから守備の際ディフェンダー一人一人が相手がボールを受ける前の構え方について相手と自分が一定の距離に保ってましたね。そうですね。確かにそんな気はしていたんですけれども、普通はどんどん寄せていきますよね。ですので今一つその意図が把握しきれずちょっと疑問に思っていたんです。こういった距離を空けることで、はい、自分の背後のスペースに出されないようにケアしているんですよね。特にフライスルーパス対策などで非常に有効的な守り方ですよね、はい、なるほど。相手に回り込ませないための感覚だったんですね。そうですね。足が遅いディフェンダーなんかはこういった守り方を好んでやってますよね、はい、まあ自分の短所をカバーする守り方というところでもあるんでしょうか。そうですね。これはどうだ。クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。このコーナーはどうだ。ボールが上がる。わずかに届きません。クリアです。 FC 東京これはスローイン。 FC 東京ここで選手を変えます。裏を狙っていきます。さあ来たか。さあディエゴ・オリベイラ。まだあるこれを拾いたい F マリノス。森重一呼吸を置きます。キーパー前へ蹴り出します。 F マリノス、もうラストワンプレーもしくはツープレーというところでしょうか。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。おいい形じゃないですか。もう一つ前に行きたい。さあ繋がるか。これは繋がりませんでした。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところでしょうね。もうこれいいですよ。さあどうだ。絶対の位置ずれた。いやそしてここで最後の笛。2対1、FC 東京勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。さあ終わりました。いや非常にいい試合でしたね。持ち味を発揮しながらね、素晴らしい攻撃を見せてくれましたよね。でもこっち側の攻防非常に見応えありましたよね。そうですね。ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 FC 東京が接戦の末に2対1、見事勝利しています。